三が日が明けた1月4日から17日までの2週間、オーストラリアのパドベリー高校の教師と生徒11人が、Akashi Minami高校への短期留学を実施しています。今日1月8日、始業式の後、Akashi Minami高校で歓迎式が開かれ、全校生徒が留学生を温かく迎えました。中で竹森校長は、日本のホストファミリーで家庭体験と文化を学んでくださいと歓迎の言葉を述べ、留学生のローレンさんは、日本のことをもっと理解し、日本の技術を身につけて帰りたいと挨拶し、記念の絵を手渡しました。国際的視野を広げようと、Akashi Minami高校とパドベリー高校が姉妹校提携を結んでからおよそ20年。これまで相互訪問し交流を深めており、今回は京都、広島の見学やスキー実習も開かれます。Let's make you a stay and memorable. Let's have fun while you are with us. Thank you.Akashi Minami 高校へようこそ。どんな交流が行われればいいと思われますか？国と国のレベルではなく、やはり生活レベルで、個人個人がそれぞれの違いを知り、お互いに理解を深めるっていうことが、日本の良さも伝えられるような人になってほしいなと思っております。今日パドベリー高校の皆さんを迎え入れましたけれども、今どんなお気持ちですか？やっぱり生活様式とかも全く違うし、戸惑うことは多いんですけれども、何かお互いに得るものがあればいいなと、楽しいものになればいいなと思っています。一緒にお昼ご飯を食べたりとかして、いっぱい友達も作れたらいいと思います。What's your first impressions of Akashi and Akashi Minami High School student? Oh, very beautiful and nice. I really like how everyone's always happy and smiling. What do you want to learn during your stay? Just more Japanese and just fun stuff and yeah. But you already have learned Japanese? Yeah. So, 日本語上手にやって、ちょっとペラペラ。